のですね、最近ツイッターで YouTube スペースさんのツイッター公式があるんですけど、そこからまあいろんなツイッターで来て届いたツイッターで、なんだろう、ある丸々日に登録者が1万人超えてる人限定で、その YouTube のサムネイルっていう画像とか、まあそういうのについてのなんだ講座をしますよみたいな、それは無料で受けれますよっていうのを今日やってきたんですね。やってきたというか、まあ受けたんですよ。1時間ちょいぐらいで質問とかも答えてくれるような、うん、でそれって結構貴重だなと思って、まあ僕はツイッターで即ね、参加しますって申請をして、まあ実際に今日参加して、まあコロナとかもあってズームでやったんですけど、で総勢50人ぐらい参加して、うん、こんな人たちがいるんだなと思いながら、まあいろいろ聞いたんですけど、めちゃくちゃ勉強になりました。いや、僕が思っていた以上に勉強になりました。ただその内容っていうのは具体的に申し上げないんですけど、本当に言えないんです。うん、なんかやっぱりね、そういう情報ってこう口外しないでくださいって必ず言われるし、それも厳重に言われるし、うん、でそうするとやっぱり僕にとってデメリットでしかないんですよね。その仮に公開してそれがバレたとしたら、うんうん、なんで、うん、そうですね、うん、公開できない、その情報っていうのは公開できないですけど、なんかサムネイル、あ、ちょっとだけなんだろう、うん、言うとその内容というは、うん、まあ、ちょっと近いけど、うん、大丈夫だろうということを言います。うん、うん、そうですね。でちょっとだけ言うと、なんだろう、やっぱりプロとアマチュアというか、まあアマチュアというとあれですけど、プロの最近芸人さんがいろいろ入ってきたじゃないですか。でその芸人さんとか芸能人さんって、その一人でやってるわけじゃなくて、ほとんどの人が一人じゃなくて、誰かと協力して編集と、まあ自分とかっていう感じで、まあ多分組織でやってるんですよ。グループで、チームでやってると思うんですよ。でやっぱりそのチームにいるその編集担当とかサムネ作る人とかってやっぱりプロなんですよね。中田敦之さんの、敦彦さんの動画とか、あとカジサクさんの動画とか見たらわかると思うんですけど、サムネイルも動画の編集もめちゃくちゃクオリティ高いじゃないですか。うん、めちゃくちゃ面白いしね。うん、でああいうのってなんかよくよく見ないと、しっかり見ないと、やっぱりなんだろう、まあしっかり作られてるなってのはわかるんだけど、で何がその人を引きつける要素なのかっていうのは気づけないと思うんですよ。で僕も中田さんのサムネイルすごいなとは思うんだけど、でもなんかね、真似できないだろうしと思って、うん、まあ別に全然ね考えてなかったんですよ。ただやっぱりああいうサムネイルとかには結構な工夫がされてるっていうのを今回気づきましたね。だからそういうところからも勉強できるなっていうところですかね。うん、だから例えば視線とかね、視線とか、うん、あとなんだろう、色使いとか背景とか、まあいろいろあるんですけど、そういうとこ全く僕気にしてなかったなと、うん、このブログを見ればね、はっきりとわかると思うんですけど、うん、このブログの背景とかさ、僕の表情とかさ、サムネイルの全く適当な感じするじゃないですか、あと文字とか、うん、だからそういうとこからね、しっかりちょっとね、やっていかないとなと思いましたね。うん、やっぱりサムネイルってさ、動画の最初の入り口なんで、それがね、魅力的じゃないとそもそも動画が見られないんでね、うん、そこはやっぱり凝る必要があるなというのを今回そのセミナーに参加して感じました。でね、今後もおそらくこういうセミナーがあると思うんですよ。僕はYouTube のウームアカデミーっていうのかな、でそういうのにも入ってて、たまにではあるんですけど、そのなんだろう、グループでそのなんだろう、教えてくれる方がいるんですよ。いろいろ指導というまではいかないけど、これ参考にしてみてねみたいのを Zoom で教えてくれる、うん、のとかあって、そういうのに参加してるんですけど、もっとこれからね参加したいなと思ってます。うん、でその内容もね、やっぱりそうなんか細かく紹介できないんですよ。うん、ただ僕から言えるのは、うん、はい、良かったとか、うん、良くなかったとかっていうのは言えるなと思います。そこは僕は正直に言いたいし、うん、そこは言っても大丈夫だなと思うんで、うん、でまあそうですね、今までその YouTube についての最近なんですけどね、その YouTube について勉強できるようになってきて、そういうで、それってやっぱり僕のこのチャンネルじゃないですけど、メインチャンネルで今回は登録者1万人いけたから、そのセミナーに参加できたり、
うん、なんかいろいろやってきたから、うん、参加できたりっていうのもあると思うんで、これからもね、もそういう機会がチャンスがあれば多分もっと増えると思うんで、うん、参加してその内容言える範囲ではあるんですけど言ったりでどうだったのかっていうのもお伝えしていこうかなと思っております。今のところは先ほど言ったウームアカデミーっていうのと、その前にウームネットワークっていうの入ってたんですよ。で、ウームネットワークっていうのは基本誰でも入れます。 YouTube やってる方なら入れて、まあ、いろんなその内容もね言えないんですけど、まあ、いろんな情報とかもらえるし、うん、そうですね、あとなんだろう、まあたまにイベントみたいのもやってるしみたいな、まあいろいろあるんですよ。で、ウームネットワークね、初めて YouTube やる方入った方がいいと思います。得しかないですよ、本当に。うん、元取れますよ。ウームネットワークは月500円払うんですよ。まあ収益化で5000円以上収益が出てる人は月500円払って、そのウームネットワークでいろいろ情報とかもらえるんですけど、あとイベントとか。うん。で、それね、元取れます。僕は1ヶ月で元取れました、本当に。うん。1ヶ月で1年分の入会費、1ヶ月500円ですから、5000円、だから6000近く分のものを1ヶ月で取れました。まあ、その月がたまたま、なんだろう、情報が多かったとか、あったからかはわかんないけど、うん。でも、まあ、元は取れたんで、ウームネットワークに一度入ってみるのは、すごいおすすめできます。うん。で、今回の、なんだろう、魅力的なサムネイルの作り方っていう講座を受けて、それも、お金を払ってでも、見る価値はめちゃくちゃあったなって思いました。正直全然、うん、なんだろう、舐めてたっていうと失礼ですけど、なんかどうせ僕も知ってる内容だろうなって思ってたんですけど、全然違かったですね。むしろ僕が勉強不足だからこそ、そのなんだろう、全然情報もらえないんだろうなって思ってたくらいです、本当に。うん、僕はバカでした、本当に。うん、サムネイルってさ、なんとなくで作ってさ、まあなんとなく、この写真ならこの文字入れればクリックされるかなみたいな、そんな感じで漠然と考えてたんですけど、やっぱりね、プロは全然違いますね。うん、もうなんか見てる世界が違うんだなと思いました。サムネイルについてもね、どれだけ、なんだろう、意識して作ってるか、差がすごいと思いました。本当に。僕はまだまだでしたね、全然もう。だからもう本当に勉強不足。もう、バカです、本当に。だからこそ、そういうセミナーとか受けたいと思ってます。すごかったですよ、本当。なんか情報がすごい入ってきた。サムネイルについて。だから今後のこのブログも、ちょっとね、サムネイル多少良くなると思います。ブログはサムネイルおろそかになってたんですけど、やっぱりそれじゃいかんと、最近思ったんで。最近というか、これで思ったんで。うん。そうですね。だからサムネイルもやっていきます。で、おそらくそのツイッターとかね、今後もそういうセミナー、来ると思うんですよ。そういう方、うん、通知みたいのが。うん。ぜひ、まあ、学びたい人は学んでくださいね、みたいな。そういうのがあると思うんで。うん、そういうのがあったら、積極的に参加しようと思います。本当にめちゃくちゃ思った以上にためになったんで。なので皆さんもしね、これから YouTube やる方いたら、ぜひその YouTube クリエイターっていう公式チャン、Twitter とか、YouTube スペースっていう公式 Twitter とかあるんで、うん。それフォローしておくと、いつかね、その、なんだ、勉強会みたいなセミナーが無料でね、受けれるっていうのがあったりするんで、うん、参加した方がいいと思います。本当に。まあもし、全部が全部ね、いいとは限らないと思いますよ。また今度やる、なんか初心者向けの、なんだ、YouTube の撮り方とか、その録音の仕方とか、まあなんか、本当に初心者向けの講座とかもやるみたいなんですよ。だけど僕はそれはいいかなと思ってるし、まあ自分に必要なセミナーとか講座とかだけ受ければいいと思うんですけど、まあでもね、そういうのが無料でもらえるっていうのはやばいですからね。だって誰かがさ、誰かというか、まあ YouTube についてすごい調べてる、提供してる側ですから、その方たちが教えてくれるんですよ。その YouTube で成功するコツとか、動画が見られやすくなるコツっていうのを教えてくれるんですよ、YouTube 側が。いや、それはね、多分本にもほとんど載ってないし、本になかなかないんですよね、本は、そういう本。ないし、うん、めちゃくちゃ貴重だなと思ったんで、受けないだけ、うん、受けるだけ本当にいいと思いましたね。受けないのは損だなと思いました。
や本当に今日の講座は1万円ぐらい価値あったと思いました、僕の中ではね、うん、でそれを無償で受けれると、こんないいことはないと思いましたね。なので、まあ、今後もそういうのに参加してどうだったのかっていうのを、まあ、内容を言える範囲で、まあ少しかもしれないけどお伝えしようと思います。あと僕のこれからの変化でもね、それで伝わるかな、伝わんないか、まあいいや、はい、そんな感じでいろいろチャレンジしていきます、これからも。はい、ありがとうございました。バイバイ。